つなぐ建築士の中央道。小学校の皆さんとつながることができて嬉しかったです。熊本県ではこの辺りに花を植えて南都小学校から飛ばした人権の花、バーの種、これをエコ風船に乗せて飛ばしました。矢部小学校の5年生の皆さんの種をまく活動につながっていく。ならないように種を。めっちゃ一緒なの。はい。これ、そこで医療が。入れていいですか？先生、たっぷりめに。ね、どんくらいこと入ってる？人間の花だからね。これからも交流を続けていきましょう。港小学校の皆さん、ありがとうございました。ありがとう。